皆さんどうもこんにちは、ギーコちゃんです。はい、皆さん見ましたか？まあお知らせにも、右上のお知らせにもあるんですけども、ツイッター見ましたか？いや、恐ろしいお知らせ来ましたね。はい、イベント予告チャレンジバトル、これ見ました？みんな、チャレンジバトルは特定のキャラや作品にフォーカスした敵部隊とバトルを行うイベント。今回は狙撃タイプや機動戦士ガンダムサンダーボルトに登場するモビルスーツやキャラを集めて強化しておくことが攻略の鍵となります、ということで、狙撃タイプ、機動戦士ガンダムサンダーボルトに登場するモビルスーツとは何ぞやってところで、皆さん見てみると、これ恐ろしいことに気づいたんですよ。モビルスーツ一覧で見てみる。まあギコちゃんはね、サンダーボルトっていう作品を見たことがないので、見たことある方にとってみたらちょっと申し訳ない姿なんだけども、一つ一つ見ていった俺は。うん、でまあもちろんまずはこれよ、フルアーマーガンダムかっこサンダーボルト版ってことで、左のモビルスーツの右上にそのシリーズの、まあタイトルがあると思うんですけども、サンダーボルトっていうとこれだよね。これで合ってるよね。うん、その他のサンダーボルトに登場するモビルスーツっていうと、これ全部実は違うんですよ。もうめちゃくちゃ少なくて、どれだったかな、これかな、これだ、ジムサンダーボルト版これとザク2のサンダーボルト版、この3体しかいないんですよ。この3機しかいない。うん、他のやつはもう全然違うんですよ。だからまあ新ガシャが来ることは濃厚かなと思いますけども、現状、今現在で、来年の1月に開催されるであろう、先ほど告知がありましたあのイベントで使えるキャラクターを編成すると、サンダーボルトに登場するモビルスーツ、そして狙撃タイプっていうことですから、これになります。どうぞ。はいこれきついよマジで。うん、この3機と右3機、ザク1スナイパータイプ勝つ機、これも狙撃タイプ、アンジェロ専用ギラズールも狙撃タイプ、ジムスナイパーも狙撃タイプということで、あの恐ろしいことに気づいたんですが、UR で狙撃タイプいないんですね。うん、狙撃タイプで絞るとマジで少ないことに気づいた。狙撃ね、相当これだけかけていくよ。はい、本当にこの3機しかいないんですよ。だから現状狙撃タイプを鍛えるっていうと、まあちょっと鍛えちゃって言う、鍛えてる俺が言うのも変だけど、ギラズールとか、まあもう一個はこれか、 SR で言うと、うん、ザクワンスナイパータイプ、まあでもザクワンスナイパータイプは結構使えるよっていうね、意見も多いんで、鍛えといて損はないと思うんですけども、運営さんこれきついぜ。今このパーティーでやるとしたら非常にきつい。うん、あの SR を鍛えるんだったらいいんだよまだ、この普通のレアを鍛えるっていうのが結構きついんじゃないかなと思ってる。うん、なのでまあ正月ぐらいに狙撃タイプの SR もしくは UR、 ここら辺増えてくんじゃないかなとは、思いますけども、現状発表された段階で使えるキャラクターはこれなんですよ。はい、皆さん持ってますか、ここら辺。まあレアリティの低いキャラクター、ジム、ザク、あと一番右のこのパワードジムだっけ、あジムスナイパーだ、ジムスナイパーとかだったら、まあ、持ってる方多いとは思うんですけども、無課金とかでやってると、このサンダーボルトとかサンダーボルトガンダムとか、サンダーボルトガンダムじゃない、フルアーマーガンダムだだったりとか、あとこのザクワンスナイパーとか、あとギラズールとか、これ持ってない人多いんじゃないですかね。はい、なので皆さん今は、ダイヤ溶かさずに年始に取っておきましょう。うん、次の、使えるキャラクターは先ほども言いました通り狙撃タイプ、そして、機動戦士ガンダムサンダーボルトに登場するモビルスーツになるということなので、繰り返し言います、年始に必ずガチャ来ると思いますので、必ず今のうちにダイヤを貯めておきましょう。今来ているイベントの、このユニコーンガンダム NTD かデストロイか、これはまあ引かない方がいいと思います。はい、そんなわけで
ぎこちゃんの意見でした。何かの参考になれば幸いです。勝利の意向を君に。